こんにちは、店員佐藤です。今日は新型マイクの ECM G1 の音声テストをしてみたいと思います。今録音しているのは α74 の内蔵マイクで録音しています。全指向性になっているので割と部屋の響きなどが、音として入っていると思います。これをちょっと今 ECM G1 に切り替えてみたいと思います。はい、今 ECM G1 に切り替えてみました。A 指向性になっておりまして、指向性で前方とあとわずかに後方の音が取れるようになっています。これからカメラをですね、反時計回りでぐるっと一周回ってみたいと思います。よいしょ。はい、今真横に来ました。真横です。はい、今真後ろに来ました。真後ろからの音声も、前方ほどではないんですけども、収録ができるようになっています。はい、カメラの真横に来ました。はい、正面に戻ります。これが ECM G1 の指向性になります。はい、続いては ECM B10 で収録しています。B10 の方はいろいろ調整項目があるんですが、A 指向性にして、当てネタ0デシベル、それとデジタル入力にこちらなっています。 α74 だとデジタルオーディオインターフェースがついてますので、デジタルでの録音ができる。 ECM G1 は、アナログオーディオインターフェースのみになっておりますので、アナログでの収録になっていました。その辺の音質の違いはいかがでしょうか。はい、続いてはこちらは Xperia Pro I です。 Xperia Pro I には、左右のステレオマイクと、それと、センターへの、ナレーション撮り用のマイクがついていて、2系統取れます。今は左右の、LR に、での収録になっています。ちょっとこれを、内蔵の、ナレーションマイクに切り替えてみます。はい、これは Xperia Pro I の、ナレーションマイク、センターのモノラルマイクにしてみました。指向性がある程度高められたマイクになっていますが、これと、ECM G1 の音を聞き比べてみたいと思います。マイクをちょっと接続してみます。はい、ECM G1 のマイクに切り替えてみました。指向性の高い、モノラル別体のマイクになっております。これで音声はいかがでしょうか。かなり指向性が高まっているかもしれないですね。もしくは話している音質が違っているのではないでしょうか。